はい、ティーズプレイランドのティーです。今日は五等分の花嫁キュンティーズの中野ミクが発売されました。それでクレパラでやってみたんで、ちょっとご覧ください。実はこの動画の前に1回やって6手だったんですけど、この設定が全く初めてだったので、どうやるかわからなかったんですけど、とりあえず左右に振ってずらしながら奥に持ってこうかなって思って最初やってたんですよね。で、奥にずらして奥に落とそうと思ってたんですけど、まあでも6手でもっとかかるかなと思ったら6手で取れたんですけど、その取れ方がこれもうちょっと早くできるんじゃないかなって思ったんで2回目やってみました。で、この形なんですけど、これちょっとやっぱり奥に少し持ってって、で、この形、この左の手前がゴムとゴムの間に今あるんで、今度は右アームで奥を持ち上げる感じで持ってくると、これギリ寄せで抱える感じで持ってくると、このまま落ちて、これで3手ゲットでした。チャンネル登録。はい、ティーズルームへようこそ。今日は本日の新景品と17日火曜日の新景品導入の発売のフィギュアを実店舗で撮ってきたので、それの重心情報と、まあ、ミクの開封をしていきたいと思います。で、まずはじゃあミクから、はい、これの重さ、まずは重さが 233g です。で、重心が、こっちが表でこっちが裏。なんで、表重心ですね。表重心で、だいたい上下は、上下だいたい真ん中かやや下ぐらいですかね。だいたい真ん中かちょっと下ぐらいです。ちなみにこれは前から見るとちょっとだけ左側の方がに重心があるみたいですね。はい、で、次はホロライブ宝生マリンです。で、これの重さが 269g で、重心がこれは前か、はい、表重心ですね。こっちが表でこっちが裏、表重心で、結構下の方にあると思うんですよね。やっぱりそうですね。結構下、重心は結構下目にあります。バランスキャッチするならこの辺ですかね。下目にあります。ちなみに、左右はそんな変わんないぐらいですかね。こんな感じで、で、次は火曜日の新景品なんですけど、シャンクス、重さが 237g で、重心が
やや裏寄りですかね、表裏でやや裏寄りの、これはちょっと上ですね。重心は若干上、真ん中この辺なので重心は上です。左右はこんな感じです。で、次はホークス。ホークス、これ9ポスケットの割に重いですね。若干重そう。はい、まあまあ277gです。で、これはこっちが表でこっちが裏なんで、裏重心のこれはね、結構上ですかね、はい、こんな感じで中心がこの辺なんで上、重心は上です。はい、ちなみに左右はこんな感じで、そんなに差がない感じですかね。まあ、B もA、B 取ったんですけど、B も一緒ですね。あの、はい。あ、これ、これ中で動かないです。言っても。シャンクス結構、シャンクスは中で動きますね。これは結構動きます。はい。あ、これも、なんか、あ、ちょっと重心が上下移動しそうですね、これ。下重心だったんですけど、若干移動する感じです。で、ミックは若干動くかなって感じですけど、まあ、そこまでは動かない感じです。はい、じゃあミクを開封していきます。はい、こんな感じで入ってて、中は、はい、やっぱり表重心ですね。こっちは表なんで表重心で、中で若干これが動くかなっていう、気持ち動くかなって感じでしたね。はい、で、これが、はい、こんな感じでした。やや下だったんですよね。真ん中よりもやや下だったんですけど、こっちが下でこっちが上なんですけど、こういう感じで入ってたんで、はい、そうですね。でも真ん中に結構重いのは集まってるって感じですけど、まあ、若干下でも中で少しだけ動くんで、その辺でちょっと変わってくるかなっていうとこなんですけど、まあこんな感じで詰まってました。はい、じゃあこれ組み立てていきます。はい、こういう感じで、3つパーツ入ってて、はい、こんな感じです。ちょっとターンテーブルに乗せてみますか。はい、じゃあターンテーブルに乗せてみました。顔はこんな感じでいいですね。はい。
はい、というわけで今日のティーズルームはここまで。それでは。